お疲れちゃんスラッです。今日はですね、こちらフェニモンギガポイでトラ上げしていこうと思います。というわけで、基本はボムタワーなんですけど、インフェの方が個人的に使いやすいと思ったので、インフェ型のねギガポイでやっていきます。今シーズンが残りあともう1日とかしかないんですよ。早い、マジ早いね。アップできてもう終わんのっていう感じなんですけども、さあ今ぼちぼちいい順位にいるので115位ですね。はい、ちょっと上位目指してフェニモンのぶっ壊れパワーでね、ちょっとワンチャンいい順位に取れるんじゃねえかっていうので、ちょっと頑張りたいですね。さあよろしく。でまあ上も結局フェニモンしかいないので、まあフェニモンスケラとか、まあ、フェニモン神器が多いですね。神器デッキ、そうフェニモンマジアチャランバーラムみたいなのがまあすごいいるかなって感じかな。まあディガバはめっちゃいるっすね、スケラも。うん、まあ結局どれもフェニモンなんですけども、さあまあフェニモンが強いのでしっかり染まっていきたいと思います。で今回の相手はハンターなので、まあハンターってなったらね、よいしょ、すぐ固まっちゃう、ウッドがワンチャンみたいな。ロイジャイっぽいっすね。いやこれ起き上がれるぞ、うっ、なんでやねん。さてこれロイ来てもインフェで守ります。よいしょ、インフェが結構強いのでさすがに何も打たないだろ。おい、よし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 。さあインフェだと、まあ相手がロイの5だった場合はめちゃくちゃ守りやすい。まあ負け筋はフェニックスのフィニフィニー文句、フィニフィニーみたいなあの事故だけっすね。まあライトだったらまあなんか気をつけようかなぐらいの感覚っすね。さあロイ全然適当にディガ飛ばしちゃった。まあ文句が意外とハンターにも強いので全段跳ね返しますね。いやーこれなんか基本的にフェニックスの前に文句というか文句フェニックスを組んだ方がいいんですけど、まあいっか。うん、さあ来ましたね、そんなこと言ってると。まあさすがに一回固まって、適当に芝居てもうちまちますね。僕も守るだけでいいので、これなんならさ、もう一回は無理か、贅沢か。さあウッドがゴブリンが、いや待って完璧すぎる。え、こんにちは、あっつ、ちょっと今の完璧っすねマジ。ああさあここは呪文使わずに守りたい。で自然とカウンターと、でトリトン用にちょっと内側めに、ちょっと相手サイド変えてきたっすね。もうとりあえずなんか適当にディガー飛ばして、あこれ熱いぞ、めっちゃ跳ね返るぞ。いやーそんな跳ね返ってねえな。まあインフェ置いとってもいいみたいな感じ。さあここは文句のノックバック、全然トイレ、え短いお前何やってんの。いやでもさあフェニックスが強い、ちょっとだけ攻めちゃいます。まあ、いらねえポイズンしたか。うん、まあ、相手ファイブだったんでね、インフェしっかり置いて守れば大丈夫だと思うんですけど。
で、あの文句の我慢が終わったぐらいでしっかり、おい、いや鉄壁すぎる。よいしょ。さあ、だからこんな感じでベニモンで守ってぬるっと勝てますね。おい、まあ、ボムの方が多分全体的にというか全てに勝てる。ミラー対決かも分かんない、回転力速くなって多分強いとかあるんですけど、まあ、インフェの方がね個人的に事故もないしすげえ守りやすいと思うんですよね。さあフェニモンだからできることですね。これはもうフェニモンいなきゃねこのデッキはもう本当に弱々デッキになっちゃうんで、まあ、フェニモンですね。でなんか文句ってそのやっぱファルチェとかマスケとか、まあ、ファルチェかな、そのカウンターできるんですけどカウンターされちゃうじゃないですか。けどそのカウンターされるのを逆に自分の文句で跳ね返すこともできるんですよ。だからファルチェ文句ん？何だろう、なんていう説明すればいいの、カウンターされるの嫌だったら自分の文句もスキル使ってあげればあれっすね、おあいこにできますね。よいしょ。なんでファルチェの前にはなんていうの、無地、はい、まあ、とりあえず文句出しとけっちゅう話っすよ。相手の文句のカウンターもこっちの文句のカウンターで跳ね返せるって感じですね。相手にちょっとなんか珍しいな、エレキプリンス、あ、ジャイフェニックスか、うわープリンスが嫌だ、プリンスが。さあプリンスめんどいっすね、まあ、文句で 80% 軽減はある。あん、めちゃんこ、え、いらねえウッドしたなとか思ったんですけど、もうちょっと綺麗なウッドしとけばしとかないとやばかったっす。うわーやばこれ。さあジャイフェニックスっすね。相手の呪文5だったっけ、全然覚えてない。さあジャイにもフェニックスが入ってきましたね。まあここディガー飛ばしても結局カウンター来るだけなんで、あとエレキ強いですね、跳ね返せないんで。さあフェニックス文句がまじ強いのでできるだけ組んだ方がいいですね。なんかディガポエとかだと全然喋る余裕ないですね、マジで。ダメージ的にはトントンに見えるが渋いっすね。フェニックスいっぱい行こう、フェニックス。
やば、相手のフェニックスがいっぱい来てる。俺じゃなくて。いや強っ。なんだこれ。マジで。もうこれで止まんねえ。止まんねえんすね。強くね？いや、ポイズン。ポイズンなのか？使い方悪かった？マジで。フェニックス強すぎだろ。さあ、マジあんなに守ってんのに突破されるのは納得いかないっすよね。守りが硬いでやっぱディガポイはね、有名ですからさ。タルバッパー。あとゴレも多い。ゴレフェニックスみたいなのがめっちゃいる。これタルも使ったし、終わりっすよね。さあ、まあエリポン痛いっすけどね。いやー耐えるっすね。さあエリポンゴレかな、本当に言ってたら。まあ今からね、ゴレフェニフェニナンバーみたいなのがあるんで、めちゃくちゃ安全かと言われると分かんないんですけども、一旦守りたい。守れるなら。まあ、文句のね、耐えるのも強いし、通常攻撃3回目のノックバックも強いですからね。やば。どうやったら負けるんだっていう試合かもしれないですね。いや、このノックバック強え、文句の。これ、やばいっすよ。いる？この能力。反射だけで足んなかったんっていう、謎の3回目の攻撃のノックバック性能。あんなタルババ誘いたいぐらい。おっ。いやー、あ、一応跳ね返ってる。え？なんか、遅めに跳ね返りましたね。おー、ええやん、ええやん。めちゃくちゃ？フェニックスも？こんにちは。いやー、強いっすね。さすがにこれも相手、諦めレベルっすよね。まあ、多分フェニックス、カウンターが一応。オーケー。まあ、こんぐらいなんかね、多分呪文もないし、エリポンには対応できるしっていうので、インフェ突破できないですからね、相手。こういう相手引けるとね、美味しいし、結構います、このゴレチンが。さあ、耐えのディガっぽいっすね。なんか文句で、タワーの竹取ってずっとカウンターして、ちまちま削るのが強いですね。その間のディガーと含めて。さあ、SP ディガー、まあ、ディガっぽい対決ありそう。さあ、つけて、からの反射。マジでミラーレベルですね。まあインフェがやるとボムは違うかもしれないですけど、マジ同じですね。じゃあこれはゴリラカウンター決まりそう。相手これ絶対きついっすよ。
いやー、滝が。まあ溶かしただけ許すか。もうちょっといい攻めにもなりそうでしたけど、まあディガポエなんでね、いかにこの序盤の変なダメージとかを防げるかも大事なので、まあ今んとこは悪くなさそう。さあこれ、まあ文句の後ろにギャングつけて全跳ね返すっていうプランもあるんですけどね。おお、ボムタワー。お、お前こっちに来んかい。あっち行ってほしかった。いやー結構熱いんじゃないこれ。卵やってくれ。よしよしよし。いやなんかずっとなんか俺のペースですね。ここで D が来たら美味しいです。でさ、文句のこの反射で確定ダメぐらい。お願いしちゃった。今のおもろいな。マジ卵壊そうとして何もうまくいかないやつだ。さあで文句はマジでしっかり落ち着いて対応するとね、そこまで脅威ではないので。これ跳ね返るなよ。あー、よかった。さあこれはもう終わりっすね。文句にタゲ取らした時点でさあカウンターともう呪文圏内になるよと。おい、いいね。ギャングもやっぱいい味出してるっすね。相手はゴブリンでしたね。なんかいろいろなんかちょっと違う方があるっすけどね。ギャングインフェおすすめっすね。まあ、フェニモン使いすぎてもうだいぶ慣れてはきたっすね。マジ対応が。そう、最初の頃はマジ事故やんけみたいな感じでしたけども、ある程度はやっと慣れてきたよと。さあハンターはね、遅延テスラクロスよく使ってるっすね。さあ本当にクロス来ましたね。俺文句出してもさ、出したらでも逆に攻められるんですよね。そう、いや文句で延命してもよかったんですけど、クロスくんのが嫌だなと思って、ちょっと諦めというか落ち着きっすね。一回痛え。攻め取るねえな。ワンチャン来んのかなと思ったっすけど、本当に来たっすね。やっぱそこをしっかり踏ん張んなきゃ。踏ん張ってる時にトルネってかかんのか。さあロケ削りもあるっすね相手は。これ強いぞ。タゲ取ってる間のディガー削り。さあ冷静。足前テスラめっちゃ安っすね。さあ来たバゲモン削り。これっすね本当に。残るの熱い。
うわー、惜しい。ポイズンだ。さあ、懐かしきベビードラスタンプ。だから文句の後ろにね、ギャングとかこう、じゃあ逆か、ギャング出してウッド誘ってすぐ文句とかも結構ありな戦術ではある。さあ、これスケキンのスキル使われるのめんどくさいので溶かしちゃおう。遅延スキラっぽい。てかこれゴレだったら今やばかったですね。普通にヤンキーしました。いやー、溶けるのは熱いっすな。無料でくれるんだ。なんなら次のドラゴンまでもらえる。無料プレゼントキャンペーン来てる。いやー、フェニックス下げいってんな。もうなんかどこ行ってんだあの子。めっちゃ落ち着いてるっすね、相手。あー、つえんめ。さあ、ダメージ稼ぐ。まあ、ポイズン打ってもいいんすけどね、ギャンがあるんで。まあ、今打つメリットもないんで。やべ、いつずれた、元気されちゃう。さあ、さすがにこれは勝ちたい。インフェ溶かしてくるっすね。うわ、危ねえ。なんか相手の攻め怖え。めっちゃ怖いんだけど。いや、アイスイズカウンターしてんのでかっ。いや、入りすぎ入りすぎ、マジ。誰これ、使ってた。いや、防石じゃない、ウッドの位置ミスった。いや、これチャンスだな今の。まあ多少入るけど、いや多少どころじゃない、化け物入ってる。さあ、こっからはもうギャングで守るんで。
お願いした。ウッドじゃねえ、なんだあれ、タルババだ。さあちょっと危ないけど、まあ最後のこのポイズンラッシュ強いっすね。でギャングで守れるんで、もう無限に攻めてしまえばなんとかなるよと。危ねえ、うわやばいやばい来た、やばい、待って、やつが来たよ、やつが MUGI 麦炭。いやマジで麦炭に勝ってさらしちゃおう。あ、ディガっぽいだな。ほらゴブリンだ。いやいやマジミラーのあの似てるやつっすね。多分ギャングではなくてゴブリンで、うわーやば、エロ、そんな削り方してくるんですか。で多分ボムだと思うんですよね。いやなんか、お、なんかちょっと違う、バルキリーになってるぞ。ちょっと相性そうだぞこれ、跳ね返して稼いで、え、なんかバルキリーになったら相性良さそうだぞちょっとだけ。あー、いやー相性とか関係ねえかこいつに。迫撃まさかの、まさかの、うわまさかの圧着衣迫撃。圧着衣はね文句で戦えるんですけどね。うわこれどうせでもいいのかな。ゴブリンがすごい厄介です。いや撃っとくるの分かっ、むずっ。さあ、でもあっちゃくいも出してこないですね。まあ俺が出した文句の逆サイドとかにしか出てこないと思うんで。うわやば、完璧か。文句死んだらあっちゃくいが出てくんだな。麦タンとディガポイ対決はちょっと大変だな。うわー危ね、バルキリー結構いい味出してるっすね。フェニックス、いやでかい、マジフェニックスでワンチャンある。うわポイズンガンガン打ってくんな。マジで文句でワンチャンありそう。やめて、やフェニモンだ、フェニモンのおかげだ、フェニモンに染まったおかげで無理に勝てたっていう奇跡が起きました。さあというわけで、いやすごいよこれ、ド M しかやんないですからね、この環境でフェニモンを使わず、なんなら文句に弱いアチャクイを使うっていう、まあ、言ったらバカですからこれ。いやまあでもフェニモンを使ってでも勝てたんでね、はい、いやよかったです本当に。サムネバイありがとうございました麦ったん。というわけで皆さん、フェニモン使えばね、昨年の世界王者麦ったんともね戦えますので、ぜひちょっとでも感想させてやってみてください。よければチャンネル高評価も
お願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。